かんねえな。もう超無事なんだ。わあ。あれした。よかったね。だけどメジナいてよく引くよね。だけどね、もっとでかいのが釣れたのかと思って。いや、うるせえ、うるせえな。うん、ね、まあ30センチだね。だからやっぱりその見えてるのがメジナだけじゃないからさ、だからそのメジナだけだったらどのタイミングで入れてもメジナが来るんだけど、その仕掛けを入れるタイミングをしっかり考えないと餌取りに食われて終わっちゃう。スズメダイが飛んでいった。はいよ、はい、はいよ、はい、あげるよ、はい、はい、よっしゃ、大丈夫かな。あ、水飲んでやった。小さいですね、けどね、一瞬だけこう上に出てくるんですよね。25、26センチ。お、楽しいな。ベラ、ふい、おすげえな、ベラ王国だな、この場所。ここ釣りづらいな。ここ釣りづらくてさ、ちょっと俺気になるとこあるから、なんかかかったらあのタモちょうだいね。触ってはいるんだ。あれ、この感じはちょっとメジナじゃないような気もするな、これ。餌の残り方を見ると、まだかけてないんで分かんないですからね。うん、怖かった。ああ、ベラか、ここでも。このベラでした。入れ、行け。クロダイだ。クロダイだった。よっしゃ、やったね。これぐらいのクロダイって美味しいらしいよ。
34センチ。あ、こう、溝になってるんですよね。多分その分、どれぐらい水深あるかわかんないですけど、かなり深いとは思います。もう一箇所気になるとこやってみます。こんなに深いんだな。結構深いですね。なんか乗ってるっぽいんだけどな。よし、乗った。よいしょ。あれ、なんだあれ。メジナもここいそうなんですけどね。ここかなり深いですね。知らなかった、こんなに深い。当たった当たった。よっしゃ、いい当たりなんだけどな。あ、メジナだ。ちょっと怖いですけど、メジナ、メジナだ。これはメジナ、オナガメジナの子ですね。乗ってるか。よし、乗った。よっしゃ。なんだこれ。誰だ、あら。ちょっと。あれ、なんか根魚ケースだね。カサゴかな。カサゴだ。30分ぐらい車で休憩しようと思ったらですね、すでに2時間以上寝てました。仲間が電話してこなかったらまだ起きてなかったと思いますね。大丈夫、これから頑張れば夕真面目狙えると思うんで、頑張ってやってみたいと思います。そうですね。よし、乗った。ああ、なんかベラだ。多いな、今日ベラ。やった、久々。もう少しサイズアップするでしょう。ああ、こいつか。おさばだ。おさばでした。よし、こいつも見ますよ。サバが釣れたらまた泳がせよう。頭かじったのはおそらくイカだとは思うんですけどね。仲間があそこでエギを振ってるんでね、釣れたらいいんですけどね。やばい、アイゴしか見えてない。おお、当たり。うん、当たってる。もう一回いけ。アイゴだ。この強烈な、これアイゴですよ、これ。
最後とはいえ絶対取ってやろう。でっかい、でっかいというか強い。なこれ。で、見てくださいこれ丸々としたアイゴ。絶対美味しいな。持って帰ろうかな。持って帰ろう。ここにエラがあって、ここにこうまあエラブラって言うのかわかんないですけど、もう一つ前にあって、これと目のポーズするこの辺りですね。この辺りを落としてあげる。よし。締めた、ちゃんと締めてあげたらですね、この腹びれ、腹びれを落とします。落としたトゲは必ず、もう海に返す。ここにですね、もう一本、逆にほら、向いてるこのトゲがあるんですけど、これですね、これも必ず切り落とした方がいいですね。まあ、頭、切り落として持っていくんで、そんなに問題ないかもわかんないですけどね。そしたらこの肛門があるんで、肛門から、この横の胸びれに沿って、この胸びれは毒ないですから。触っても大丈夫です。横にある胸びれ、これは大丈夫。反対も同じですね。反対も同じ。胸びれに沿ってハサミを入れていく。そしてこの状態になったら、あと汗骨を切断すると、大体この内臓がこうやってこういった形で取れます。でこれはもう海に返す。で今産卵期なんで、まあ、卵ですね。卵持ってますね。軽く、お腹にもハサミ入れて、そうするとこうやって卵を取れるので、でこれがアイゴの卵。この血合いの、そうですね、これ浮き袋があるんで、浮き袋、まず切断してですね、切断というか、ハサミ入れて、で、この下に、血合いがあるんで、そこまで、ぐっとハサミを入れる。で、この状態、今から、中の血合いが見えてる状態ですね。で、これで、一旦洗います。これを海水で、しっかりと洗う。これぐらい洗っておけば大丈夫です。やっぱ卵も、まあ、持って帰る人は一度海水でシャカシャカっと洗って、でこの状態でビニール袋に詰めて持って帰ります。ここまでやっておけば最後も美味しく食べれると思うんですけどね。ダメだな、手前メジナは見えないですね。浮いてきてくれるとやりやすいのに。もう当たり、もう当たり当たり当たり。あれ、これ、これは、ああメジナだ。一応言ったから突破ですけど、突破はいましたね。突破分が。また大きくなってからお願いします、はい、うわアイゴだ、またまたアイゴだ、強いアイゴ。もういいよ、もういいよ。
いいですね、見て。それ、最後、元気なやつ。焦ってるなぁ。向こうからこっちに当ててきますね、潮が。よし。あ、これよ。あれ何これ。あれ。なんか綺麗なやつがかかりました。これなんだっけな。これ何でしたっけ。忘れました。こんなのいるんだね。当たりました。よっしゃー、これはアイゴか。アイゴだ。強い強いやつ。もう糸一個も出さない。糸一個も出さない。ここだ。そうな上がりですからね。はい、よし、持っていけ。よしよしよし。アイゴなのかな。アイゴっぽいですね。いくらアイゴとはいえバラしちゃいけないな。針外れですね。ありがとうございます。よかった、よかった。よし。なんだ。あなたですか。はい。はい。来た、真っ暗。なんだこれ。何来た。結構強いですけどね。アイゴっぽいですね。アイゴだな。アイゴだよね。わかんない。強いのは全部アイゴにしか感じない。お、メジナルだよ。やった。こんな上まで行ってたんだ。やりましたよ。お、まあまああるサイズ。一瞬上に浮いてたんですね。かなり上ですね。やびきぐらい。でまあまあ行ったでしょ。32、3。やったよ。すごい上顎にかかってる。33センチ。だけどメジナ釣れて、すごい上まで浮いてるんですよ。だからこの人
小次郎なんかじゃダメだったんだ。あ、今張り進めて矢引きぐらいにしました。もうこれで十分だと思いますね。一瞬浮いてくるんですよね、あれね。ああやってメジナがそんな上で釣れると餌取ってたのがメジナの可能性だってありますよね。釣り上げなきゃ分かんないよ。メジナであって、最後かな。最後っぽくなってきたわ。だけど分かんない分かんない。まだ分かんないよ。強いなこいつ。メジナだったらまあまあサイズありますね。ほら浮き見えた。迷子か。迷子だ。でっかい。今日一の迷子じゃないのこれ。でかいよもう。でかし強い。最後でした。仕掛けが中に入りすぎると相棒の可能性が高くなるみたいですね。汚ねえな周り。後で掃除しますけどね。当たり前だけど。乗るか。もっと行け。乗ったか。これはメジナっぽいですね。そうでもない大きさは、うん、おーメジナ嬉しい。終了ですね。まあいい時間帯ではありますけどね、これからね。終わりにしましょう。